油注ぎ鶏油注ぎ鶏は、揚げた鶏肉に刻んだ長ネギと醤油ベースのタレをかけた中華料理。関東省発祥。鶏の中国語での発音は無声音のティシーだが、日本人の耳にはジーと聞こえることがあるため、ヨーリンジーとも言う。油注ぎ鶏の種類として、衣付きの油注ぎ鶏と、衣なしの油注ぎ鶏がある。衣の有無で食感がかなり違う。 また、骨付きの油注ぎ鳥と骨なしの油注ぎにはがある。日本では、骨なし、衣付きの店が多い。家庭用レシピでは、片栗粉の粉末衣付きが多く、液体衣付きもあるが、いずれも鶏卵は使わない。タレは主に醤油、生姜、砂糖、ごま油等で作られる。酢やニンニク、唐辛子を加える場合もある。3. 中国語、ひしき油。 注ぎ取りと呼ばれる。日本の中国料理店ではメニューに油注ぎ取りと書かず、代わりに鶏の唐揚げネギ香味タレなどと書いている店もある。本場中国の油注ぎ取りは骨付き、衣なしの店も多い。AB 検索から油注ぎ取り。みんなの今日の料理。NHK エデュケーショナル。2021年1月。山本、玲子。油注ぎ取り。 みんなの今日の料理。NHK エデュケーショナル。2021年1月27日閲覧。大原千鶴。油注ぎ取り。みんなの今日の料理。NHK エデュケーショナル。2021年1月27日閲覧。堀江ひろ子。油注ぎ取り。みんなの今日の料理。NHK エデュケーショナル。2021年1月27日閲覧。 菊地、新作、油注ぎ取り、みんなの今日の料理、NHK エデュケーショナル、2021年1月27日閲覧、日式湯、注ぎ取り、家中棒、2021年1月27日閲覧、地高賞、了海台湾大国山頂的食物文化、人社等下、オリジナルの2020年7月19日時点における、 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20200719170611/http://journal.ntu.edu.telawatts/2019/e6%8 回8回 e b 9 a a 8 7 BA%E7%81%A3%E6%B3%B0%E5%9C%8 倍 5%E9%A4%90%E5%BB%B3%E7%9A%84%E9%A3%9 回 E7%89%A9%E6%96%87%E5%8C%962021 年1月27日閲覧ありがとうございます。